はい、皆さんこんにちは、ワネルグルフジです。では今回はハーツオブアイアン方じゃないですね、パワー&レボリューションであります。ごめんなさい、ちょっとのっけからどうしよう、やり直そうかな。いや、このまま行きましょう。今回はパワー&レボリューション、2019ですね、こちらを、プレイしていきたいと思います。前回までにですね、もうちょっと動揺しちゃってますけど、いきなり間違えてしまったんで、前回までにですね、まあ、韓国の、まあ、あらゆる某王教に対して、まあ、怒りを示そうということで、まあ、軍事力をね、強化をしてきました。で、まあ、その分ですね、視聴者の方からも、コメントアドバイスいただいてるんですけども、このままいくとやばいことになりますよと、お金がという話をいただいていますので、今回はですね、まあ税収を上げよう、まあ、税金をね、もうちょっと国民の皆様からいただこうというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。時間を進めていきます。まあ、ちょっとデモがね、怖いなというふうには思うんですけども、税収ですね、ここを変えていくと、まあ、デモといえば香港でデモありますけど、11月ね、何度か動画の中とかツイッターとかでも言ってると思うんですけど、11月に香港の方にね、マラソン大会に行くために奥さんと2人で行くんですけども、ちょっとデモが心配ですよね。空港が封鎖されたりとかっていうニュースまで発展してるのを見ると。一応香港はですね、今回マラソン大会10キロのレースに出るんですけども、ビデオカメラを手に持って、40分切りたいなと思って一生懸命トレーニングしてるんですけども、まあきついですね。10分40キロ、何も持たずに走ってもちょっとまだ厳しいなっていう走力の中、ビデカメを手に持って走ろうっていうんで、まあなかなかきついですね。まあ、ただ結構ね、自分で言うのもなんなんですけど、努力するのは嫌いじゃないというか、あれなので、まあちょっとね、あと2ヶ月ぐらいあるのでしっかりやっていきましょう。ちなみに僕の座右の銘はね、エジソンの天才はね、1% のひらめきと 99% の努力っていうね、これ僕の座右の銘なんで、ちなみにツイッターとかの壁紙もね、エジソンにしてあるんで、もしね、なんだこいつっていう方いらっしゃればですね、僕のツイッターの方とかも覗いていただければなと思います。というちょっと前置きを進めちゃっていますが、今回は税収をちょっと変えていきましょう。まずは消費税ですね。これちょうど10月、現実社会の方でも 10% に上げるというタイミングなので、まずは消費税 10% に上げてみましょう。これでデモが起きるかどうか確認していきます。で、一応ですね、おそらく、公安の費用を下げたことによって起きたデモ、これですよね。これデモ行進も起きてんな。ちょっと一回時間止めましょう。デモをどうするかっていうのが厳しいことになってるので、まずはテレビに出演しておいて、いくつかの閣僚たちからのコメントを見ていきます。政府の国際政策に対するデモ行進、これ国際政策で合ってるんだよね。国際政策、つまり韓国に対する対応が納得いかないというのが司法大臣福崎響さんの何コメント、お言ってくれるね。政府の国際政策でしょ、もうこれは分かったよ。国際政策は変えるつもりはない、あくまでも我々は、ちょっと待って、デモの雰囲気は環境保護運動と、極左の間で揺れ動いているといった状況です。まあこれはいいですよね。せいぜい彼らが暴徒化しマクドナルドに押し入る程度ですが警戒しています。いやこれさ、マクドナルドっていうのも面白いけど、押し入る程度ですってコメントしちゃう響さんもちょっと微妙だよね。デモが全国規模に発展してるな、困りましたね。どうしようかな、どっから手を入れる。じゃあまず警察、公安の予算を上げましょう。これはしょうがない。下げた予算を復活して元に戻します。で、デモ行進でしょ？うは、社会主義労働者か。国際政策に対する、国際政策だから変えるつもりはないよ。税金に関してっていうんだったら、ちょっと考えようかなとは思いますけど、政府の反社会方針に対するデモ行進。全国、為替世界協会。はぁ。
で、我々は消費税を上げますという話なんで、まあ、消費税を上げるだけで、うわ、96% になってるよ。もうここ何年も 100% で推移していた。この渡部晋三さんの支持率がついに 100% 割れる。まあ、96% っても現実的じゃない数字だと思うんですけど。このままほっとくとまずいよね。また響きか。何？国のトップとしては力不足。響き、お前はクビだ。響きを更迭しましょう。そんなこと言う内閣の司法大臣は必要ない。我々には今必要なのは強い、そしてこの渡部晋三を支えてくれる、そういう大臣が必要なんだ。お前は罷免だ。そして新しい大臣を任命していきましょう。司法大臣、司法系でしょ。やっぱり司法系ってなるとそれなりにね、強い人がいいと思うんで、まあ与党から選んでいこう。まずは現在の支持率が高い人、これは必須条件だからね。まあ、80% 以上が一つの目安だと思うんですけど、80% となるといないな、そうそうは。80% 超えの、そういう圧倒的なカリスマ性を持つ人材を欲しているんだが、ちょっといないですね、今どう。80% 超えというのは、響き、お前はもう二度と大臣には、選出できない。おお、いた谷垣和貞さん。谷垣和貞さん、80% 超えか。谷垣さん、今元気なんですかね。なんか、自転車の事故かなんかでね、政界から一時的に、お休みされてたと思うんですけど、じゃあここで、谷垣さんに、この、今揺れる日本の、情勢を、安定化してもらうために、政治家に復帰してもらいましょう。政治家じゃないね、大臣に復帰してもらいましょう。いやー、まずい勢いで支持率下がってるからな。まあ、テレビ出演をして暴動が収まるともちょっと思えないですけどね。お、早速来たな。谷垣和貞さん、座り込みが始まっていますという話。まあしょうがないよね。これさ、国際政策ってどの政策なのか前も言ったと思うんですけど、具体的な内容をちょっと示してほしいな。笹山アンナ、顔が怖いな。はい、ありがとうございます。全国家庭委員会代表さんですね。あなたに神のご加護がございます。ちょっと宗教とか本当興味がないんですよね。できれば自分で宗教を立ち上げたいとは思うんですけど、まあ冗談ですけどね、宗教ちょっと興味ないんで、お帰り願いましょう。今は支持率をキープすること、これしか思いはない。テレビに出演しておきます。軍事介入とかしたらもう日本版天安門事件になっちゃうのでやめましょう。さあ、じゃあテレビ出演を果たしていきます。やめてくださいと、話し合いましょうと。何、谷垣和貞だ、国のトップは腰抜けだと言い放ったな。いやーでもさ、さすがにちょっとね、警察隊、機動隊とかさ、軍とかは出動できないからね。さ、デモはただ鎮静化はしたでいいのかな。ちょっと確認をしていきます。まず格付け期間、格付けは下がってはないっていう話でいいのかな。まあ格付け下がると結構ダメージ出ますからね。改善する余地はあると。世界でも安全健全ではありますが、通貨価値の維持に関しては油断禁物。まあ油断禁物は油断禁物で、アメリカから、まだ格付け期間、まあ、ムーディーズかいろいろありますからね。いろんな人がいろんな意味でこう格付け期間の人たちがやってくると確かに危ないのかなっていう感じは、まあ、若干しますよね。格付け下がると大ダメージ出ますからね。まあだいぶ使っちゃったからな。
空母とか買ってるんでね。じゃあ、相続税を上げていこう。次、相続税を 15% まで上げる。まあ、ビビたるもんですね、相続税だと。あと、車両登録税は逆に下げましょう。車をちょっと買ってもらって、ちょっとでもね、経済を回していきます。固定資産税は上げる。一旦ここまでにしよう。10はそもそも規制してほしいけどね。このゲーム上でどうなってるかっていうのはちょっとクエスチョンですけど、アメリカだとね、まあ、年々厳しくはなってると思うんですけども、まあ、銃を持つことは、法律上は可能ですからね。いろんな条件を満たせばですが。法人税は下げる。いや、法人税 1% が限界だわ。きつすぎる、これ以上は。タバコ税は上げよう。知れてますからね、タバコ税。一回ここまでにしよう。ここまで。一気に政権崩壊の可能性が出てくるんで、また、いろいろ買いすぎると。なんといっても支持率をね、なんとか、まあ、100とは言わないですけど、60から70ぐらいでね、当て込んでおかないといけないので、まあ、前もお話したと思うんですけど、このプレイ、初めやったとき、支持率が大暴落してですね、死亡しましたからね。おっと、来たよ。来た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 。タバコ税が当たったな。これで、支持率が一気にプラス 11.5% で 100% に戻した。お、そうよ。福崎響は介入したよ。介入したことは間違っています。いや、間違ってないよ。だって響言うことろくじゃなこと言わないからね。この松野次郎。もう竹中さんに顔が酷似してますけど。これ絶対竹中さんモチーフですよね。竹中さんといえばですね、僕は秀吉、大河ドラマ秀吉。まあ、好きな大河ドラマ多分ベスト3に入るんじゃないかな。好きなのはね、利家と松、あとは真田丸、そしてこの秀吉は好きですね。この秀吉っていうのもちょっとこの秀吉じゃないんですけど。まあ、確かにね、ドラマ、大河ドラマぐらいしか NHK 見ないんですけど、ちなみに僕は今、N 国党さんがワイキャキャやってますけど、年払いで、受信料は NHK さんの方にお支払いしてますね。まあ、あと関係ないんですけど、海外遊びに行った時にね、NHK しか映らないなんてことは結構あるんで、海外では見てます、NHK。まあ、ただ海外はね、当然ホテルで見るんで、受信料を僕が支払うっていう話ではないと思うんですけど、NHK はね、そういうぐらいでしかちょっと見ないですね、今は。まあ、ただ、大河ドラマはね、見てますから。来年は麒麟が来るですかね。一応ハーツオバイアンじゃない、信長の野望。で、今やってる、維新志士伝説物語が終わったら、麒麟が来るをやろうと思ってますんで、ちょっとそちらもね、興味ある方いらっしゃれば楽しみにしていただければと思います。治安部隊で、座り込みを排除するか。いや、これは無理だ。一応、岡村とかも出るっぽいんでね、キャラクターをまた、三国志スクールの写真から能力査定のシステムを使って登録して、麒麟が来る、信長だよをやろうと思ってますんで、ぜひぜひ、始めた時には。ちょろっとね、お時間あるときに覗いていただければなと思います。辞任要求。いや、モニザン辞任されたら困るわ。ダメよ。辞任しないで残ってもらわないと。モニザンには。座り込みをなんとかしたいよな。国際政策だからこれさ、もう在日でしょ、完全に。デモを主導してるのは。だって韓国以外にはね、融和政策取ってますからね。さあ、また谷垣さんがいろいろ言ってきたね。状況悪化。6日間連続座り込みか。お、ただ座り込みガス欠ですね。よし、これで座り込みがなくなってくれたら助かるな。なんとか増税は乗り切ったね。どうなることかと思いましたけど、座り込みも終わった。あと一部のね、暴動ぐらいですかね。
じゃあ、ロシアの山火事には金2000万送りましょう。これも一律2000万です。大国だろうが、どんな災害だろうが、まあ、ロシアのプーチンさんとはね、安倍さんが10月ですか、ウラジオストクで、まあ、会談するって話でしたよね。さあ、では税収の見直しやっていきましょう。プラマイで言うとね、ほぼ変わってないと思うんで、ちゃんと計算はしてないですけど、ここは税収をちょっと変えていきましょう。まず法人税をいじる前に、受信料、視聴税、これさ、あれじゃん、まさに NHK じゃないの、この受信料って。これ NHK の受信料爆上げする？いやー、やめとこう。これは受信料下げましょう。なんかニュース、ヤフーニュースかなんかでしかちゃんと見てないんですけど、受信料 2.5% を下げるみたいな話ありましたよね、確か。社会保険料、社会保険料、ちょっといじれないな。社会保険とかいじるともうものすごい勢いで起きそうですもんね、暴動が。あとはアルコールだな。アルコールもね、上げたりするとやっぱり日本結構、ビールメーカー大きい、強いですけど、まあ、ここはちょっと税収のために上げましょう。ワイン税も上げる。ジャンクフード税とかいいかな。あとは森林伐採税も上げましょう。環境税も上げる。 1% はきついな。まあしょうがないね。高速料金とか炭素税はこのまましましょう。これで様子を見ます。光コンピューター完成と。松山泉ちょいちょい出てくんだよな。 You have to strike while the iron is hot. So what are you and your government waiting for?いやさ、松山泉さんさ、これ国内最年長者にしてはものすごい肌が綺麗だよね。国内最年長者というからにはさ、100歳は確実に超えてるでしょ。ちょっと今日本のね、国内のあれが誰かわかんないですけど、お、韓国。ちょっとこれ時間止めてじっくり見ましょう。交渉成立。韓国の産業大臣。スイスにある我が国の小銭お振り込みいただきありがとうございました。そうか、そうだった。暗殺かなんか助けね、するのに韓国の協力者使いましたもんね。まあこれはいいでしょう。これが発覚して韓国の中で内戦が起きてくれれば一番いいですけどね。さ、では政策が実行されて増税を乗り切って、支持率を回復させるっていうね、増税して支持率を回復させるという、 もうミラクルな展開をしましたけど、そうは言っても税収だよね、全然厳しいので。何？消費税が否決された。消費税が否決されるってある？ちょっとダメでしょう。消費税はさ、ちょっともう一回ちゃんと見直しましょう。消費税が、じゃあどう？プラス 1% で 9% でどうですか。消費増税がキャンセルされたままでいるわけにはいかないので。タバコ税に関して法人税は可決。税制改革っていう意味ではね、まあ、重要なところ、デモ行進が起きてる。何のデモよ。今度はようやく対応したのに、岡山で行われた政府の国際政策に対する、また国際政策か。これまた在日だな。在日労働者プロレタリア同盟指導者、結婚の日を発表。何を結婚するんだよ。あ、ストか。いや、ストはダメだよ。ストやってさ、滅んだから前。ストはダメ。どうする、スト。あ、台風がある。台風。台風来ますね、そういえば。台風といえばね、僕、あの、9月に、あの、結婚式をしたんですよ。もう、7年前かな。ちょうど台風が来る日だったんですけど、まあ、運よくね、台風が来るタイミングが、ちょっと遅れて、外で、まあ、結婚式できましたね。軍隊の方針に対する座り込み。まあ、
だいぶ軍国が進みましたからね。いや、ストが起きそうだって言われてもちょっと困るぞこれ。スト困りましたね。スト、どうするか。固定資産税は可決で、改善の余地あり、閣議決断ね。いやー、分かってるよ。金が流れ出てるだけだからね。Your conservative management combined with growth prospects reflect a stability that gives. ストをどう止めるかだけど、ちょっと何にも思いつかないまま時間だけ過ぎちゃうな。どうしよう。ストをやめさせるには労働環境の改善だよな。はい、そしたらですね、まあ、ストを回避するために何かしておきたいので労働関係見直しをしていきましょう。まずは法律の制定、何かないかな。スト回避なので、まずは失業手当、まあ、失業手当今入ってるからね、これは置いといて、支給期間、これもちょっと据え置きだな。まあ、失業じゃないですけど、ちょっと奥さんがなんか上司と喧嘩をしてしょんぼりして帰ってきて、でも転職したいとか言ってましたね。何度か言ってますけど、奥さんの職場が薬剤師で薬局なんで、まあ、まず女の子ばっかり、女性ばっかりの職場ですっていうのと、まあ、毎日同じ人と同じ仕事をするんで、まあ喧嘩になるみたいですね。もう僕、普通の企業に勤めてるとね、別に、まあ、正直気に入らない人はいっぱいいますけど、その人と顔をつき合わせるのを避けることもできるわけで、まあ、打ち合わせの時だけとかね、ちなみに固定席でもないので、まあ、自分の好きなところに座っていいっていう会社なんで、別に嫌いな人の近くに座らなければ顔も見なくて済むっていうのがあるんですけど、やっぱりそういうね、店舗で働くとかってなると、毎日同じ人と同じような仕事を同じようにしていかなきゃいけないってなるとね、大変なんだろうなとは思います。まあ失業手当はこのまましましょう。週の平均労働時間か、どうだろうね。これもフルタイムでしょ、8時間かける5で40。でもこれもあれなんですよね、結局お金がちょっとでも欲しいっていう人は、まあ、残業と、まあ、週の、まあ、労働時間とはまたちょっと切り離して考えるべきだと思うんですけど、残業代で生計を成り立ててる人はね、残業代減っちゃって、その要はサブロック協定とかあのあたりの締め付けが厳しくなると、収入が減っちゃいますから嫌ですっていう人も多分本音ではいると思うんですよ。まあ、うちは共働きなんで、まあ、ちょっとでも早く帰って家のことしたいっていう2人とも同じ思いだと思うんですけど、まあ、人によってはそういう人もいると思うので、週の平均労働時間をどうすんだろうね、上げるのがいいのか下げるのがいいのか迷ったときは据え置きしましょう。最低賃金、最低賃金は少し上げますか。じゃあ、まあ、上げすぎると、まあ、いわゆる韓国みたいな感じになっちゃうので、そうならないようには気をつけます。最低賃金上げよう。これだけでどうにかなるとも思えないんで、シニアの雇用支援、若者の雇用支援は一応に一つずつ入れましょう。どっちかだけにするとね、だいぶデモを食らう可能性があるので、あとは障害者の雇用差別の廃止も一気に促進しよう。男女雇用機会も一気に上げる。また金を使う政策だな。笑い物になりました。まあ、別にいいんじゃないの。なんかね、N 国さんとかなんかいちいち反応しててギャーギャー言ってるみたいですけど、お、男女雇用機会で評価を受けたと。ちょっと待ってね、時間を止めます。 G7 担当イタリア、皆様よくお越しくださいましたと。最貧困国における IMF および世界銀行の負債を削減するか、するとしたら削減額をいかどにするかを決めるためです。あ、どうだろうな。まあ10億だな。
その10億じゃあどこが誰をどう補填するのとかね、そういう話も出てきますからね。なんかむちゃくちゃ出てきてるぞ。確認していきましょう、一つ一つ。まずは、正しい方向へ向くということで、平和主義連盟代表さんから、お褒めの言葉をいただいているという話。続いて、東京の反乱軍、抵抗者3回。All the protesters have dispersed. It was pretty で、inevitable. 続いて、アリントン世界柔道選手権大会、僕、柔道部でしたからね。All our athletes are... はい、違い。ああ。え？コウケイさんで合ってる？それとも光俊さんかな？どっちだろう？閣僚会議で問題起こすはなかったけれども、悪化の一途をたどっていると。茂木さんを更迭しなきゃいけないって言ってんの？しょうがないな、茂木さんを更迭しようじゃ。お、デモが20日間で収束。まあ、香港に比べたらいいですよね、香港の。Bill has been 逃 voted 亡、on and the 逃 law has 亡 been 犯、逃 passed. 亡じゃないね。香港に関しては逃亡じゃなくて、いや、でも逃亡だよ、逃亡犯条例みたいな感じでしたよね。犯罪者引き渡し条例だと思うんですけど。なんだっけ、逃亡犯条例で合ってますか？正式な香港での呼び名。逃亡犯条例だったかな。心理伐採は OK だね。何？光俊が鬱状態。光俊、鬱になるまで働く必要ないよ。光俊さんはじゃあしょうがない。変わってもらいましょう。体調不良ということでね。まあ、あくまでも光俊さんは体調不良が原因ですから。茂木さん、光俊さん。光俊さんの代わり、じゃあ誰、勤めてもらう？経済産業省。まあ、経済通の人間にやっぱりなってもらいたいんですけど、それ以上に、私の支持率、自分自身の支持率が高い人間にしないとね。80%以上がやっぱり一つの目安なんで。これ、兼任ってできないのかな？例えば、麻生さんなんかね、副総理兼、それこそ財務省、みたいな感じでね、兼任されてると思うんですけど、兼任者がいれば、優秀な人材に兼任させたいけどね。まずは福口仁、57歳。悪くないね。あとは、石口昭夫。まあ、70%超えは最低ミニマム条件だよな。お、72%、加藤博。加藤博ありだな。今のところ72%が最高支持率。保持者ですからね。72%。何？博隆が2人いる。同姓同名。これさ、同一人物だと思うんだけど。完全にさ、同一人物でしょ。写真の角度が違うだけで髪型とか一緒だよ。だってこれ。光口博隆さん。年齢も同じだけど。何なんだ、この影武者は。光口博隆にしよう。なんか、すごい人材を発見しましたね。何？お、デモだ！デモがストライキが起きてしまっている。マジかー。いやー、きついなー。ついに、増税を乗り切ったのも束の間。ストライキが起きてしまった。シリアに対しては2000万、送っておきましょう。デモからね、ストライキに発展しちゃうと、経済に直撃しますからね。取り消ししないことに決定したのね。まあいいんじゃない？借金はね、早々帳消しっていうもんじゃないと思うね。主要人物会談したい。主要人物会談したいよ。Your television appearance did not... いや、デモのさ、原因を知りたいよ、デモの原因。結Bill 局 has been さ、voted デ on. モ解決してる。ありがたやー。一日で解決したね。これは嬉しい。Although our action day did not fulfill all its goals,
certain areas were nonetheless strongly active. まあ、いろいろね、政策はしましたからね。その政策を聞いてくれたということだと思います。まあ、デモもまあ一時的なもので済んだし、増税も成功して、支持率も取り戻したということで、なんとかうまく回ったんじゃないでしょうか。はい。では、今回はこれくらいにさせていただいてですね、次回は、まあ、やっぱりね、軍事力もうちょっとつけていきたいので、税制改革をしつつ、軍国化の道を歩んでいきたいと思います。で、ちょっとね、パワーのレボリューションは本当にまだまだ初心者の域を出ない、ど素人さんなので、ぜひ皆さんからコメントとかアドバイスとか、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。